はようございます、マサルです。今回はスパイウェアについて一緒に勉強していきましょう。スパイウェアとはコンピューター内部からインターネットに対して情報を勝手に送り出してしまうソフトウェアの総称です。例えばスパイウェアはクレジットカードの情報など他人に知られたくない情報を勝手に盗んでインターネットに送ってしまいます。さらにスパイという言葉からもわかるように、スパイウェアは利用しているユーザーが気がつかないようにこっそりと情報を盗むので被害に気がつきにくいという側面もあります。とっても怖いですよね。今回はそんなスパイウェアについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。それでは今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成29年春、問い58です。スパイウェアの説明はどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、 利用者が認識することなくインストールされ、利用者の個人情報やアクセス履歴などの情報を収集するプログラムのことをスパイウェアと言います。それでは解説をしていきます。スパイウェアは許可なく情報を盗むソフトウェアの総称のことを言います。具体的にはアドウェア、キーロガー、トロイの木馬などがスパイウェアに該当します。まずアドウェアとは何か、こちらから見ていきましょう。アドウェアとは広告表示を目的としたソフトウェアやアプリのことを言います。広告を意味するアドバタイズメントとソフトウェアのウェアをつなげた言葉でアドウェアと呼ばれます。もしかしたら皆さんも無料のソフトウェアをインストールしたら勝手に広告が表示されるようになったという経験がある方がいらっしゃるのではないでしょうか。広告が表示されるだけであれば被害は少ないのですが、一部のアドウェアは広告を表示するのではなく、あなたの PC がウイルスに感染しましたなどという表示を出して悪意のあるウェブページに誘導するものがあります。悪意のあるウェブページに個人情報を入力してしまうとユーザーの個人情報が盗まれてしまいます。アドウェアは無料のソフトウェアをインストールするときに感染してしまうことが多いので、無料のソフトウェアを利用するときには信頼できるサイトからダウンロードするようにしましょう。次はキーロガーです。キーロガーとは PC やスマートフォンのキーボード操作による入力情報を記録するソフトウェアやハードウェアのことを言います。クレジットカードの情報、ログイン ID、 パスワードの情報、キーボードを使って入力した個人情報が気がつかないうちに攻撃者のもとに送られてしまいます。とっても怖い攻撃ですよね。次はトロイの木馬です。トロイの木馬の名前の由来はギリシャ神話のトロイの木馬に由来します。ギリシャとトロイの戦いにおいて、ギリシャは巨大な木馬の内部にギリシャ兵を忍ばせてトロイ城内に運び入れるように仕向けました。その後木馬とともに城内に侵入したギリシャ兵が攻撃を行いトロイを滅ぼしたという話です。マルウェアのトロイの木馬もいかにも安全なプログラムであることを装ってユーザーを油断させてパソコンやシステム内部に侵入します。侵入した後はユーザーが気がつかないようにこっそり重要な情報を盗んだりします。このような特徴がギリシャ神話のトロイの木馬によく似ていることから、このような攻撃のことをトロイの木馬と言います。先ほどスパイウェアの一つとしてキーロガーを紹介しました。そのキーロガーについてエピソードをお話ししたいと思います。まずはこちらご覧ください。こちらは Amazon の商品ページです。なんと普通にキーロガー売っているんですよね。簡単にこのようなものが買えるというのがまず怖いところなんですが、この使い方を見てみると、どうやらこのキーロガーを USB ポートに接続しておくとキーボードの入力情報を記録して一定のタイミングで指定したメールアドレスにその入力情報を送ってしまうという機能があるそうです。いや怖すぎますよね。もし漫画喫茶など不特定多数の人が触る PC にこのキーロガーが取り付けられていた場合を想像してみてください。あなたの大切な情報がキーロガーによって盗まれてしまうかもしれません。不特定多数の人が触る PC を利用するときには十分に注意してください。ちなみにキーロガー対策としてはこのようなソフトウェアのキーボードを使うことが対策になります。 Windows の場合だとスクリーンキーボードというアプリを使うことができます。このスクリーンキーボードを使えば画面上をクリックすることで文字入力ができるのでキーロガー対策をすることができます。
ではこのスクリーンキーボードを使えば安全なのかといえば、実はそうでもなかったりします。攻撃者はさらにその上を行っているんです。あるトロイの木馬はソフトウェアのキーボードが利用されたことを検知すると活動を始めて、画面上の情報を記録する動きをするそうです。つまり大切な情報を入力するためにソフトウェアのキーボードを使うという考えを逆手に取った攻撃です。攻撃者としてはソフトウェアのキーボードを使うということは、これから大切な情報が入力される、つまりそのタイミングで情報を盗めばよいということなんですね。攻撃者もとっても頭が良いです。それでは最後に復習をしておきましょう。今回の問題はスパイウェアの説明はどれかという問題でした。正解は A、 利用者が認識することなくインストールされ、利用者の個人情報やアクセス履歴などの情報を収集するプログラムのことをスパイウェアと言います。その他の間違い選択肢もさらっと見ておきましょう。A、ウェブサイトの閲覧や画像のクリックだけで料金を請求する詐欺のこと。こちらはワンクリック詐欺の説明です。ウェブサイトや電子メールに記載された URL を一度クリックしただけで、一方的にサービスへの入会などの契約成立を宣言されて、多額の料金の支払いを求めることをワンクリック詐欺と言います。ワンクリック詐欺は、料金を支払わないと裁判で訴えますよなどと脅してくることが多いのですが、真に受けないようにしましょう。どうしても心配であれば、消費生活センターですとか警察などに相談するようにしましょう。次は E、 攻撃者が PC への侵入後に利用するためにログの消去やバックドアなどの攻撃ツールをパッケージ化して隠しておく仕組みのこと。こちらはルートキットの説明です。ルートキットというのはコンピューターに潜伏して不正アクセスを手助けするためのツールの詰め合わせだと思ってください。不正アクセスをするとそのログが残ったりします。それらのログをそのまま残しておくと、そこから犯罪がバレてしまう可能性があります。そこでこのルートキットを使ってログを消しておきます。ログを消すことで攻撃者は攻撃があったことを隠すことができます。次はう、多数の PC に感染してネットワークを通じた指示に従って PC を不正に操作することで一斉攻撃などの動作を行うプログラムのこと。こちらはボットの説明です。ボットに感染したコンピューターはボットネットワークの一部となって動作するようになります。そしてインターネットを通じて攻撃者がボットに感染したコンピューターを遠隔操作します。外部から自由に操ることができるという動作から、このような遠隔操作をできるソフトウェアのことをロボットをもじってボットと呼んでいます。以上、今回はスパイウェアについてお話ししました。最後に少しだけまとめておきましょう。スパイウェアというのは無害なアプリやソフトウェアに偽装してユーザーの許可なく情報を盗むソフトウェアの総称のことを言います。代表的なスパイウェアとしてアドウェア、キーロガー、トロイの木馬などがあります。しっかり覚えておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を作れるように頑張っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。